レオニード・イバノビッチ・ジャボチンスキーは19回にわたり世界記録を更新したソビエト連邦のヘビー90両アげ選手。1964年と1968年のオリンピックで金メダルを獲得した。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国スームイシュー・ウスペンカ村でコサックの家庭に生まれる。父親のイバン・フィリポビッチはアスリートだったが、 ジャボチンスキーは1967年のインタビューで、自分は祖父にで、両親は二人とも際立った体格ではなかったと、語っている。幼少期は、ザポリージャに暮らした。7年生のセカンダリースクールを卒業後、ハルキウのトラクター工場で働きながら、軍隊スポーツ組織の地元重量上げクラブで、ミハイルスベトリーチヌイのコーチを受けた。1957年、 ウクライナソビエト社会主義共和国選手権で重量、上げ競技者としてのデビューを果たし、銅メダルを獲得した。同年ハルキウの教育学研究所に入り、1964年まで学んだ。1968年メキシコシティオリンピックの開会式でソビエト連邦の騎手を務め、行進中他のすべての騎手が両手で国旗を掲げる中、ジャボチンスキーだけは、 片手で国旗を運んだ。1963年から1974年にかけてヘビー級で19回世界記録を更新し、1964年と1968年のオリンピックで金メダルを獲得した。1964年、ハルキュー教育学研究所を卒業、1970年に教育学の PhD を取得した。 現役を退いた後、ソ連軍で重量上げ選手のコーチを務め、1991年に大佐として引退した。1987年から1991年まで、軍の顧問及び重量上げコーチとして、マダガスカルに勤務した。その後ロシア発の私立の高等教育施設の一つで、あるモスクワのビジネス、法律研究所の副所長に就任した。 ライザという女性と結婚し、二人の息子ルスランとビレンが生まれた。息子たちは二人とも重量を上げ選手になった。ジャボチンスキーは10代の頃のアーノルド・シュワルツェネッカーにとって崇拝の対象であった。2016年1月14日、ウクライナのザポリージャにて77歳で死去。ありがとうございます。